キャラメルズギターキッチンの CGK-MM1 というギターをご紹介いたします。この最近出てまいりましたこのキャラメルズギターキッチンというブランドなんですけれども、実に個性的なラインナップで登場いたしました。その中でもですね、このボディシェイプですけれども、ショップからのですねオーダーができるということで、今回はですね私どもでオーダーしました特注カラーですね、このブルーとコンペティションライン、こちらをオーダーしたものが出来上がってまいりました。非常にポップなカラーですよね。こちらのピックアップも私どもでオーダーしたものになりますので、ちょっと順番にご紹介してまいります。まずボディですけれども、こちらはバスウッドですね。でそしてこの塗装はですね、下地がニトロセルロースラッカー、そしてトップがアクリリックラッカーになっておりまして、ネックのフィニッシュも同じくラッカーなんですけれども、このマッチングヘッドですね、こちら、そしてチェッカーバインディングが施されていて、こちらもかなりポップな仕上がりになっております。ネックのスケールはこちらショートスケールになりますね。24インチ610ミリの長さのネックに、そして22フレットですね、こちらはミディアムワイドのフレットが22フレットまで打たれておりまして、指板はローズウッド、 R が 300R ですね、結構 R ついてる感じになります。ネックですがこちらはメープルですね、こちらメープルワンピースネック、そしてバックもこうボディバック青々としておりますね。コントロール、そしてピックアップですけれども、ピックアップこちらは私どもで特注いたしました、こちらカーティスのバックのマスタングデュオソニックピックアップ、こちらに変更しております。通常2シングルなんですけれども、フロントとリアの着地がね違ったものを選びまして、真ん中のポジションで2つのハンバッキング効果が出るというね、往年のデュオソニック配線になっております。ブリッジこちらはマスタングタイプですね、この往年のスタイルになります。コントロールはワンボリュームワントーンになります。それではフロントピックアップから音を聞いてみましょう。そしてミックスポジションです。そしてリアピックアップです。
センターポジションをハンバッキング効果を出すことによって、すごく鋭い音からの太い音まで出せるようになりました。この新しいブランドキャラメルズギターキッチンですね、なかなかの実力派でございます。全体の重量も 3.07 キロということなので非常に軽量ですね。ぜひお試しください。